最近アイドルのクイーンカードが大人気ですね。かなり中毒性のある曲で、ずっと聴いても飽きないんですね。振り付けも独特だし、音源チャートでも長い間1位になってます。おそらく今年出た曲の中では、現時点では一番人気なんじゃないかなと思うんですけど、そんなクイーンカードの振り付けが炎上して修正されたってことを知ってますか？問題になったのはここなんですね。わかりました。もう一度ゆっくり。わかりましたかね？問題になったのは、ソヨンとオギの方なんですね。拡大してみると、ソヨンがこんな感じで、オギがこんな感じなんですね。別に問題ないんじゃないって思う方もいるかもしれないんですけど、これを見た多くのファンたちがですね、アイドルがこんなことしていいの？子供たちも見てるんじゃない？早く振り付けを修正してよって抗議をしてたんですね。そして振り付けが修正されて、こうなりました。ソヨンがこんな感じで、オギがこんな感じなんですね。だいぶ優しくなりましたね。皆さんはどう思いました？変えるべきだと思ったんですかね？人によって意見が違うと思うんですけど、実は振り付けが炎上して変わることってずっと前からあったことなんですね。今回はついでに振り付けを修正された面白い事例を何件か紹介したいと思います。まずはですね、日本にはあんまり知られてないんですね。ブラウンアイズガールズっていうグループなんですけど、ここが炎上しちゃったんですね。これは炎上してもおかしくないですね。そして、この振り付けがこうなりました。だいぶ優しくなりましたよね。ちなみにこの曲は、少女時代の G とも張り合えたぐらい人気だったんですね。次は EXID っていうグループなんですけど、今回紹介するどの曲よりも炎上した曲なんですね。アップ&ダウン、上下っていう曲なんですけど、ここが炎上しちゃったんですね。しかもこの振り付けをしながら、上下上上下とか言ってたんでですね、これを見た多くのファンたちはあれのことを思い出してしまったんですね。あれね、言えないけどね。そして見たことないほど炎上してですね、こう変わったんですね。比べてみたらこんな感じです。このようにですね、炎上して委員会から警告された場合はですね、振り付けを修正しないといけません。活動を続けるためにはね、長い間準備したのに活動できなくなったらもったいないじゃない。でも修正を拒否した事例もあるんですけど、昔覇王ショークのお色気だと呼ばれた女性がいました。フォーミニットのヒョナです。顔がめちゃくちゃ美人なわけではなかったんですけど、色気が半端なくてですね、男性たちにすごい人気だったんですね。そんなヒョナがある日、バブルポップっていう曲を出してですね、この振り付けがすごい炎上してしまいました。こんなの地上波で流していいのかと、早く振り付けを修正しろとね。普通のアイドルならここで振り付けを変えたはずなんですけど、ヒョナは違ったんですね。振り付けを変えるぐらいなら活動をやめるって言っててですね、本当に活動をやめました。さすが覇王色は誰にも屈しないんですね。最後にですね、恋に乗って女性アイドルに限ってあるかってことなんですけど、正直言って男性アイドルの場合はですね、ここまでしても炎上することがなくてですね、振り付けを変えざるを得なくなる場合ってなかなかないんですよ。でも BTS のディオニソスが炎上したことがあってですね、振り付けを変えたことがあります。この振り付けなんですけど、これを見た多くのファンたちがですね、振り付けがめちゃくちゃ危ないんじゃない、こんなの心配で見てられないよ、全然楽しくないし早く変えてよって言っててですね、ビクイートはめちゃくちゃ叩かれてました。そして早速振り付けを変えたんですけど、前と比べてかなり安全になったことがわかりますよね。振り付けが炎上して変わった場合って、これ以外にもいっぱいあるんですけど、この動画の反応が良かったらね、続きもやってみたいと思いますんでね、コメントいっぱい残してください。